こんにちは、瀬豊さん、はい。まあ、昨日ちょっと阪神、試合後ね、岡田監督が小畑選手肉離れやという一言を、ちょっとあれ大丈夫かなと。サード回ってホームにね帰ってくるとき、はい、ちょっと走り方がちょっとおかしいな、うん、小畑じゃないなっていうような感じはしたけどね、はい、でその後下がって熊谷選手はショートだったので、はいはい、何かあったんじゃないかとは皆さんねファンも思っていたんですが、まあそうだね、肉離れでしたね、はい、でじゃあショートこれからどうなるんだというふうにファンの方も激震走ったと思うんですが、はい、まあ、木浪選手がもうファームで、今出ているので、どうやら明日にでももう一軍に上がってくるんじゃないかと言われています。まあ上げないとな、はい、いや下でできるんだったら、うん、まあ見切れ発車っていうのはあまり良くないけども、はい、あと3試合だからねオールスターブレイクまで。そうなんですよね。いやだからまあそこまで完全に休ませるか、はい、まあその上げてね急場しのげでもう出すのか、はい、っていうことだけどもね。そうですよね。16日には約1ヶ月半ぶりに実戦に復帰して3イニングで出場で、ヒットを打った後に代走が送られたんですけれども、実は今日一軍の方は試合はないんですけれども、うん、ファームの方では試合があるのでイニング数伸ばしてフル出場に近い形でおそらくプレーするだろうというふうに今現段階でも言われているので、もうまあまあ大丈夫なのかな。じゃあな、うん、いるといないと全然違うからね。これもしいないとなるとやっぱり熊谷選手でショートをってことになって、はい、それかもうファームから山田を上げてくるか、はいはい、でチャンスを与えるかみたいな、うん、まあ、そんな感じだと思うけどね、うん、まあでも木浪ができるんだったらやっぱもう木浪をね、そうですよね、まあ、上げてくるっていうことはもうまあそれはもう確実なんじゃないですよね。ただ小畑選手も、はい、7月に入ってからちょっと打率を上げてはそうなんそういた最中だったので、まあ、これで、まあ、木浪選手が帰ってくるとして、その木浪選手の状態ってあまりね前半戦今年はちょっとっていうところもあったんですけど、うん、これ帰ってきてすぐ期待していいんでしょうか。また守備も打席も、まあそうだ、とりあえず守ってほしいよな、うん、まあそこです、うん、まあ打つのっていうのは、まあ、8番で、まあ、上位につなげてくれるっていうのが一番理想だけども、うん、全体的に打てないからさ、それは打ってほしいよ、うん、まあ、だけど何もかも望んでもしょうがないし、はい、やっぱこうショートっていうポジションっていうのはやっぱ守れないとね、そうです、まあ、いけないポジションだから、はい、やっぱしっかり守ってほしいなとは思うけども。そうですよね、うん、いやただ、まあ、ちょっと阪神がなかなかこう打線が火がつかないというところで、はいはい、もう驚いたのがやはり昨日のスタメンだったと思うんですけれども、びっくりしたな。じゃあ昨日のスタメン1番に野口選手が入って2番に上田選手、はい、で3番に渡辺亮選手で4番佐藤輝明選手、はい、5番大山選手、はい、大山選手の後豊田選手で坂本選手小畑選手とでピッチャーという感じだったんですけど、この 1,2 番が一気に変わったと、まあ、3番まで変わる、まあそうですね、3番も変わりましたね。天田のセカンドがね、はい、鍋ちゃんが入って、そうです、で、まあ、センターに上田が入ってっていうような形だけども、ね、はい、まあ、1,2 番ね、近本中野が外れるっていうのは初めてのことだからね。中野選手の連続試合途絶えちゃいましたもんね。まあまあそうだね、はい、だからまあ気に入らないんだろう。あ、その例えば打てないとか、例えば前の日 の, その走塁とか走る、まあ、いろいろなことがね、うん、まあ、それは中に入らないと事情っていうのはなかなかわからないけども、はた、うん、目から見てるとね、はい、まあ、この 1,2 番が外れるっていうのは、うん、まずないっていうふうに思ってたと思うけども、はい、まあ、だけど実際問題起こるとね、そうなんです、まあ、内部事情で何かあったんだろうなっていうふうには思うよね。そうですよね。その内部事情に関しても昨日球場から引き上げる際に岡田監督がサインは見てへんしあかんわ、もう舞台裏ではすごいことが起きとるんやで、かわいそうやから名前は出さんけどと独り言のようにぼやきを連発されてたというふうな記事が出ていて、まあ、ちょっといろいろサインちぐはぐなことが起きてしまったりとか、サイン見てないとかなんかいろいろあったんですか、ね、まあ、どうなんかな、まあ、はい、まあ確かにね、はい、ライト線に飛んで一塁ランナーが一塁サインを作れないとか、はい、まあ、いろんなことがあるし、まあ、巨人の、まあ、吉川の走塁が非常に光ってて、はい、あの走塁を見るとやっぱこう阪神っていうのは昨年まではそういう阪神だったんだけど、うん、今年の阪神はできてないなっていうね。そうなんです、まあ、やっぱこう萎縮してるというか、はい、怖がってるというか、うん、まあ、そういうところも見受けられるしね。そうですよね。いやだから、まあ、昨年の阪神とは全然違うなって動きが、うん、まあ、そういうのは分かるけどもね。これはサインの
の伝達というのがあんまりうまくいってなくて、走るサインがこちら側出てても走者が例えば見落としてたり伝わってなかった。いやいや、まあ、俺もずっと走ってきた人間だから言うけど、はい、サインが出たからって走れない時はあるよ。そのタイミングとかタイミングだとか掴めないとかタイミングが、はい、それとかその足にスランプはないっていうけど、足に大ありだからスランプが足動かないっていう時あるしね、はい、疲れとかで、うん、まあ、体の張りだとか、うん、そういうことで爆発力が出せないとか、はい、で分かってても行こうと思った時になんかこう力んでああやめたとかとかいろいろあるんだよ、はい、それとかやっぱこう牽制が早いし、うんうんうん、でクイックも早いし、うん、なかなか走れてアウトになってもいいって言うけど、はい、やっぱいやそう責任はこっちだからお前走れって言うけど気分悪いのはこっちだからさ、アウトになるのこっちですからね、それあんたはいいよってね、いやもうしょうがないって言われるかもわからんけど、うん、楽勝のアウトなんかで走ったらいいね。確かにね、自分でげんなりするから、もち下がりますよね気分は、うん、だからもう間一髪行くんだったらいいよ、はい、でもそのタイミングすらつかめてないっていうことなんだと思うよ。そうか、だから走りたくてもサインは分かってても、いやだからもう走らせて本当に走らせたいんだったらもうディスボールで走らすとか、あ、はい、もう次絶対走ってくれみたいな、うんうん、もう山間でいいから走れみたいな、はい、まあ、そういうことだろうね。うん、だからみんなこう阪神の選手は責任感が強いのかもな。あ、絶対アウトになっちゃいけないからっていう、それ、まあ、で嫌なんだよやっぱ。確か総来にしてもそうかもしれないですよね。だからまあそういう意味ではいやそれあったよ俺らも、うん、走ってほしいのに走らないとか、はい、でもここ初球は待ってくれんかなと思った時に走られるとか、はい、アウトになるとか、はい、いややっぱ待って出すんだったなとか、うん、まあいろいろ長谷さんとこう悩みだ時期もあったけど、はい、まあ走るってやっぱそういうことなんだよね。そうですよね。でも言っとくけど監督が走れって言ったらやっぱ走れなきゃダメだよ。それはサインだからもう命令ということですよね。そうそう、いやだからそれはもう割り切って走った方がいいな。そうですね、もうアウトだろうがセーフだろうが、うん、そこはそうですね、監督が責任を持って、そうそう、でそこでアウトになったら次の手っていうのを考えられるけど、うん、走らないと次の手が考えられないんだよ。監督も行かないと止まったままになるんだ思考がですよね。アウトになったらアウトになったら次の手考えるから監督は。そうですよね、うん、あとカウントによっても全くサインが変わってきちゃいますもんね、うん、そうそうそう、いやだから、まあ、出たらもう走った方がいいなですよね、うん、ただ例えば昨日の巨人戦なんかで言うともうエンドラン完全に見破られてて、これは阿部監督も話してましたけれども、もう確実にここはね阪神さんがエンドラン来ると思ったので1球外してっていう感じでアウトっていうのもこう やると今度見破られてしまうっていう、去年だと成功してたものが阪神今年成功しなくなってるっていうのはこれはやっぱりねチームが調子が悪いとか、はい、相手に圧をかけられないとか、うん、まあ、そうなってくると相手が何を やりたいのかっていうのが見え出すんだよね。うん、で強いチームってさ意外と見破られないんだよ。やっぱ圧があるからどんな今度はどんな手使ってくるんだみたいな、うんうん、で一つに絞れないんだよ、はい、でもここで来るし、うん、これはエンドランしかないなって、はい、やっぱ見破られるケースはあるよね。ただそうですよね、あるけどもやっぱそれだけやっぱこう阪神が苦しんでるっていうことが、うん、やっぱ浮き彫りになってるよな。それだけでもそうですよね、うん、ってなるとやっぱりファンの皆さんが今やっぱりね SNS とかで心配してるのが、なんか岡田監督最近例えばスタメンに関してもなんかちょっとちぐはぐというかどうしちゃったんだろうというスタメンだったりとかで、ね、昨日も途中で近本選手中野選手を出してくるわけでどうしちゃったんだろうっていうまあなこれ内部事情が分かれば、はい、みんな納得するのかも分からないよね。まああるのかもしれないですね。だけど俺も分かんないしさ、はい、それはね、うん、聞いてないし、うん、まあ、何とも言えないけども、はい、やっぱね一番いいのはやっぱ優勝監督だし、はい、まあ、岡田監督がベストだと思うんだよ、うんうん、ね、だからそれをもうやっぱ全うするしかないんだよ選手は、はい、その時に何ていうのかな自分の野球っていうのは考え方っていうのはあるかも分からんけど、でもそれを始めるとチームが崩壊するし、はい、やっぱあの監督が指揮を取ってる以上ね、うん、やっぱそれに従わなきゃいけないし、うん、そこで何が起こったって、はい、もう不思議ではないし、うん、それに従うしかない。まあそうか、もうこれがやっぱもう団体スポーツの規律だからさ、
豊さんが選手の立場だと選手のモチベーションとか気持ちのコントロールの仕方っていうのはどうなんですか？いやだから一致しないとモチベーションはなくなるよね、うん、俺はおそらく団体スポーツに向かない性格をしてるから、はい、分かるよ分かる。いやだからまあおそらく反旗を振り翻すみたいな、うん、まあ、そういうところはあったかもね、うんうん、なんでですかっていう。だから正しい正しくないんじゃないんだよ、うん、誰がやっぱり指揮を取ってるかによって、はい、それは正しいこと間違ってることが決まるから、うん、だから自分の範疇で決めるんではなくて、はい、やっぱ長が何を考えてるか、うん、まあ、そこだよね。そこですね。そこはもうそれしかないんだって。昨日このスタメンだったらじゃあ 1,2 番の僕らにどういうことを求めてこのスタメンにしたのかなとか、途中から出されたらどういうことをとか、うん、でもねやっぱりね、そのスタメンはね熟考するよ。いや本当にこうするかああするかとか、はい、まあ、いろいろ相談しながらもやっていくよね、うん、だからその全く感情論で、はい、ああいうオーダーを組んだわけでは俺はないと思うし、うん、だからそれなりの狙いはあったはずなんだよね、はい、ただうまくいくかいかないか、まあ、うまくはいかなかったけども、まあ、これはもう仕方ないよね。そうですね。なべちゃんがしっかりやっとけばいい。なべちゃんせっかくセカンドで使われ本職で使われてるのとっちらかっちゃってさ。そうですよね。何手にボールがつかないじゃん。あの 滑っちゃって。だからまあ最近はねサードの出番が多かったから、うんうん、まあ、セカンドって言ってはしゃいだのかも分からんな、気持ちが嬉しいやっとってまあね、とっちらかっちゃった。そうですね、あの途中からはねまた元に戻ってきたんですけれども、ね、鍋ちゃん頼むよ本当にもう。ただこのようにスタメンを本当にこうね変えているようなオーダーを後半戦も頻繁にやってるようだと。いやだからまあ昨日ちょっとねジャイアンツの好調さと、はい、やっぱ阪神の好調さでちょっと分けて話したんだけど動画の中でね、はい、ジャイアンツは一番丸く落ち着いた、はい、で吉川ヘルナンデス岡本大城、はい、で坂本使う時は坂本使わない時は岸田、はい、まあ、これが大体不動になってきてると。いやだから点は取れなくても大きな間違いを起こさない。そうなんですよね。まあ、だから安定してるとは言えないけども、はい、でもその位置はきっちり死守してると、うん、で一方阪神の場合、はい、やっぱり昨年のオーダーとは全く違ってて、はい、やっぱ日替わりのオーダーを組んできてると、うん、まあ、そうなってくるとやっぱり落ち着きがなくなると。まあ、阪神が俺は未だに一番実力があるし、はい、選手が本当に額面通り働いたら優勝できると思う。だけどその状態が悪いだけに、うん、やっぱこの組み替えっていうのはしたがるよね。そうですよね、うん、だけど1番近本中野、まあ、3番に森下だと森下でもいい、野口でもいい、はい、そしたら4番に大山、うん、里輝、はい、で前川、はい、でなってくると梅ちゃんとかなってくると、これがずっと続けば、うん、俺は安定した力になってくると思うけどね。これはもう岡田監督がそこは辛抱というか、彼らが数字持ってる人たちが打つまで我慢してもずっとそのオーダーやっぱり行くべき、まあ、変えたがるんだよね。変えたくなる気持ちも分かるしさ、うんうん、だけど阪神のベストは何なんだって思ったら、うん、やっぱり1番近本中野、はい、で、まあ、3番、まあ、森下がいないんだったら野口でもいいし、はい、まあ、大山里輝、まあ、こういう並びが優勝を勝ち取ったわけだから、うん、まあ、そのメンバーが誰一人抜けてるわけじゃないし。そうですね、うん、だから、まあ、それで我慢をするしかないのかなっていう感じはするよ、うんうん、良かれ悪かれやっぱりね堂々巡りになるんだよね、はい、うん、だからそういった意味では、まあ、もう我慢してもうここにかけるしかないっていう。これオリックスの日替わりの打線とはまた意味が全く違うんですか？うん、違うな。違うか。やっぱ伝統だよね、うん、オリックスは、はい、大木さんから、はい、で大木さんのところから育ってる選手っていうのがたくさんいて、うん、まあ、中島、はい、監督もねその一人の中で、うん、でだからもう試合前に誰が出るかわからないみたいな、みんな緊張感を持ってるみたいな。そうかそうか。だからまあ慣れてるんだよ、慣れっこなんだよね、はい、でそれなりの選手もいるし、うんうん、阪神はもう適材適所にこの人しかいないぐらいのインパクトがあるんだよね。そうですね、うん、だからそれだけやっぱりいい選手がいるということなんだけど、
だからそれをもう我慢して任の一時、うん、耐えるっていうことも大切だよね。そうですよね。これ後半戦阪神がここからこうまた上に上がっていくために、そして勝ち抜けるためには重要になってくることっていうのは、ことは固定だよ。やっぱそこなんですね、うん、俺は固定だと思う、うん、固定が組めるようになって我慢ができるような成績になってきたら、おのずと1位にいると俺は思う。打順の組み方ってやっぱりね、よくできてて、やっぱ丸が一番でハマったっていうのがジャイアンツ最大 の、 あのプラスだよね。それやあの、まあ、ヘルナンデス選手もそうだと思うんですけど、やっぱり一番に丸選手っていうところがキーだったっていうことですか、ね。まあ、そうだね。でヘルナンデスを3番に下げて吉川を2番に上げた、はい、この吉川がいいんだよ。また効いてるんですね。効いてる。でヘルナンデスがちょっと7月になって少し落ちてるんだけども、うん、はい、岡本が上がってきてる。そうなんです、代わりにね。で大城がファーストで慣れてきてるんだよ。そうなんですよ。これをやっぱずっと我慢していくよ、多分安倍監督は。安倍監督はってなると、今日は阪神の話題でしたけれども、ちょっと巨人の話題、あの個々も入りましたので、はい、そうなってくると、じゃあ坂本選手どうするの、岡本選手はレフトに行くのとか、巨人の話も聞きたくなるんですよ、やっぱり。そうだね、はい、また別に、まあ、だからもう阪神は固定だよ。阪神はとにかく気になるのは後半戦、固定できるぐらいやっぱ各選手が状態を上げてほしいし、はい、監督は固定にしようっていうふうに思わせてほしいよね、うん、そうですよね、うん、なんか今すべてがちょっとちぐはぐというか、ちょっとな、はい、バランスが悪くなってきてるな、うん、なので、まあ、後半戦のキーはやっぱりあのいつものあの優勝したメンバーで固定、はい、いけるかっていうところがキーになりそうです、はい。